いやー、色選びって難しいよな。同じ服なのにカラーバリエーションがいっぱいありすぎて、どれを選べばいいのかわかんないんだよな。黒とか白とかがベーシックで使いやすそうだけども、なんか無難な感じがしてしまうし、夏だから開放的な赤だとかビビッドな色を選びたいけど、そうすると難しい気がするし、どんな色を選べばいいのかよくわかんないんだよな。誰か夏の服の色選びについてしっかりと教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人の夏の色選びの法則というテーマでですね、動画をお届けしたいなと思っています。まあ、最近はですね、こういった色選びに関するテーマは各シーズンごとに行っているんですね。ですが夏編って実はやったことがなかったと思うんですね。なので今回の動画の中では、夏服ですね、開放感あふれる夏服、どんなカラーを選べばいいのか、そしてどう合わせればいいのかというところですね、なるべくわかりやすく言語化しながら解説をしていきたいなと思っています。まあ色選びというのもですね、結構おしゃれな人は感覚的にやっちゃってるんですね。ですがそういったものもある程度法則性があって言語化することができるかなと思っていますので、僕の中でもチャレンジングな企画ではあるんですが、夏服の色選びに関して分かりやすく簡単にですね、トライできるようにしっかりと解説をしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に夏服の色選びの法則について皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、夏というのはですね、他の季節に比べると使うアイテム数が圧倒的に少ないんですね。なのである意味でですね、分かりやすいかなと個人的には考えています。例えばアイテムで言うとですね、上半身のトップスですね、あんまり重ね着することないですよね。基本的によく使うものとして T シャツ系のカットソーがあったりだとか、あとはポロシャツがあったりだとか、もう一つあるとしたら半袖のシャツとか、これぐらいかなと思うんですね。一方でボトムスに関しては2つの選択肢があって、他の季節だったらあまり登場しないような短パンというアイテムもありますし、あとはロング丈のパンツですね、これはいつも通りという形で、基本的にはこの2つのですね、要素で出来上がってるんですね。それに対して小物を取り入れるという形で、割とですね、シンプルな構成になってるかなと思います。で、色選びを考える際にすごく重要になってくるのが上下のバランスなんです。上半身にどんな色を持ってくるのか、そして下半身にはそれに合わせてどういったものをぶつけるのか、ここが結構大切になってくるかなと思います。いくつかバリエーションがあるわけなんですが、まず覚えておいていただきたいのが、上下とも重たい色、上下とも明るい色、このような形で上下を統一するというですね、カラーコーディネートもあるんですが、これはですね、ちょっと難しめなんですね。まあ、例えばですね、上半身ブラックに下半身もブラックだと、まあ、想像しただけでもですね、夏だとちょっと暑苦しい感じがしてしまうんですね。なので中上級者向けのカラーコーディネートかなと思います。おしゃれな人ほどこういった全身ブラックってやるんですが、それにはやっぱりバランスが大事なんですね。小物を使ったりだとか、肌をちょっと見せるだとか、このあたりのポイントが結構重要になってくるので、ちょっとトライするのは先でもいいかなと思います。一方で全身をちょっと淡いトーンだとか明るい色でまとめるというのも、これまたですね、中上級者向けのカラーコーディネートになってくるんですね。こういった色合わせは結構女性なんかはよくやるんですが、なかなか一般的には難しかったですので、中級者以降の方がトライするといいんじゃないのかなと思います。個人的に皆さんにですね、おすすめしたい色合わせというのは、上半身と下半身で色をですね、ちゃんと分けるというですね、組み合わせなんですね。これが基本的には一番分かりやすいかなと思うので、こちらのバリエーションを皆さんに今回はお伝えをしていきたいなと思っています。まずはですね、僕の動画の中では全体的に共通する項目なんですが、ボトムスですね、ここの色をですね、濃くするというのが一番分かりやすくてトライしやすいんですね。例えばブラックのパンツですとか、ダークグレーのパンツですとか、まあネイビーとかのパンツでもいいかなと思います。色で言うと夏にはですね、重たいようなカラーなんですが、下半身のカラーを引き締めて上半身に明るい色を持ってくると、これだけでちゃんとですね、夏らしさだとか明るさを出すことができるので、結構使いやすいのがこの組み合わせかなと思います。まあ、なぜかというとですね、僕自身もそうなんですが、今皆さんが見えてるのは上半身だけですよね。相手と会話をする時にもですね、やっぱり上半身の情報量っていうのが多いので、上にですね、明るい色だとか綺麗なものを持ってくれば季節感出すことができるので、その代わりにボトムスで引き締めるというのが意外と使いやすいので、
まあ、ぜひ皆さんも覚えておいていただきたいなと思います。ここで具体的にちょっと写真もお見せしたいなと思っています。例えばこちらの写真を見ていただきたいんですが、先ほどもお伝えしたように夏の定番的なトップスといえばやっぱり T シャツ、これは欠かせないかなと思うんですね。こちらの方が着ているのはですね、ホワイトベースのプリント T シャツになってまして、前から見た感じだと胸元にですねちょっとした刺繍が入ってるぐらいで、割とシンプルな白ベースの T シャツです。まあ、これは無地と考えていただいてもいいんですが、こういった上半身に白みたいなですね、清潔感があって明るいカラーを持ってきた時にボトムスはですねやっぱりブラックだとかダークグレーみたいな濃い色で引き締めてあげるとバランスが取りやすいんですね。なのでこういった形が鉄板になってくるかなと思います。またはブラックのパンツに対して上半身ですね、このようなベージュのシャツとかを着るというスタイルも結構合わせやすい着こなしかなと思います。これは僕自身がよくやる着こなしなんですが、ベージュという柔らかいカラーですね、こういった色もですね着るだけで明るさを出すことができるので、ブラックだとかネイビーだとかそのあたりのトップスに比べるとかなりですね季節感が出やすいかなと思うので、こういった形のベージュというカラーもうまく使ってあげるとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。また上半身に持ってくるカラーとしてホワイトだとかベージュみたいなベーシックなカラーもいいんですが、例えば差し色になるようなちょっと綺麗な色ですね、こういったものを持ってきていただくと爽やかに見えたりだとか、大人世代がちょっとおしゃれ感を出すにはすごくバランスが良かったりするので、その際にはこういったカラーコーディネートがいいかなと思います。僕の動画の中でもよく出てくるようなライトブルー系の色合いですね、これ結構半袖シャツに多かったりするんですが、ライトブルーの T シャツを着て下に白 T シャツを着てもらって、ボトムスに関してはブラックだとかネイビーグレー系でギュッと引き締める、これまたですね夏に鉄板の色合わせになるので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。綺麗な色といっても赤だとかイエローだとかオレンジだとか、こういったですね発色が強すぎるカラーというのはやっぱり難しいんですね。なので大人に着やすいですね綺麗な色というところではこのようなライトブルーもいいですし、あとはこちらですね、グリーン系もすごくいいんですね。今こちら写真で着てるのはバンドカラーの半袖シャツなんですが、グリーンの中でもちょっと色深めのもので綺麗な色合いのものですね。これに対して白 T シャツを合わせて下は黒パンという形でまとめています。シャツの色自体がめちゃくちゃ明るいというカラーではないんですが、ちょっとこうカラーが綺麗というところで今回は明るい色という範疇にまとめているんですが、このような形でロイヤルブルーだとかグリーン系だとかそういったものを差し色的に使って上半身に明るさだとか華やかさを出してあげると結構夏の着こなしとしてはバランスがいいかなと思います。先ほどのブルーのシャツに関してもこちらのグリーンのシャツに関しても内側が白 T なので上半身はやや明るめにまとまっていますよね。それに対して重めの色のカラーのパンツを合わせていただければまず間違いないカラーコーディネートが実現できるかなと思うので、まずはここからトライをしていただきたいなと思っています。続いて2点目のカラーコーディネートなんですが、今度は逆ですね。上半身が重ための色で下半身が明るい色、この組み合わせもですね結構使いやすいんですね。まあ、先ほどお伝えした通り白 T に対して黒パンみたいな組み合わせっていうのは割と街でもよく見かけるんですね。ですがこれを逆転させてあげると意外性が出てくるので、人と被ることがなかったりするので新鮮さが出るんですね。なので個人的にはこの組み合わせよくやるんですが、まあ、例えばこちらの写真のようにですね、上半身はブラック系のポロシャツを着ていますよね。その下にはこれユニクロ U のですね細かいボーダー柄の T シャツを着てるわけなんですが、上半身ブラックにしてもらってボトムスは白ですね。ここで白パンが生きてくるんですね。上半身が重めの色に対して下半身を明るい色にしてあげるとですね、かなり季節感も出せますし、なおかつ意外性のある着こなしができるので、まあ、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。まあ、特にポロシャツというアイテムはですね色選びがすごく重要で、ポロシャツイコールお父さんの着こなしみたいなイメージもあったりするので、ポロシャツは明るい色にするよりは濃い色にした方が僕はまとまりがいいと思ってるんですね。色でいうところのブラックだとかダークグレーだとかネイビーだとか、あとダークグリーンみたいなものなんかでもいいんですが、濃い色でポロシャツはまとめた方がバランスがいいんですね。まあ、それに対してボトムスを明るい色持ってくればなおかつ清涼感だとか清潔感抜群の着こなしができるので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。あともう一つですね、半袖シャツを使った着こなしですね、これも僕の着こなしなんですが、白 T の上にですねこれはオリーブ系の半袖のシャツですね。まあ、シャツの色はネイビーだとかブラックとかでもいいんですが、まあ、割と濃い色を持ってきてボトムスに関してはホワイトではなくてこれナチュラルというカラーですね。ホワイトよりは少しこう黄みがかってる感じでそこまでパキッと明るすぎないので、こういったカラーは結構いろんな方にも使いやすいのかなと思います。まあ、いずれにしろボトムスは明るい色で上半身は濃い色という組み合わせですね。これは上半身
ポロシャツにしても半袖シャツにしても、あとは T シャツなんかでもできますね。ブラック系の T シャツに対して白いデニムだとか、こういった組み合わせなんかも結構使いやすかったですので、まあ、ぜひですね、この上下反転させたようなですねカラーコーディネートも皆さんにはお試しいただきたいなと思っています。一方で上下ブラックだとか重たいカラーっていうのはなかなか難しいというお話をしましたが、ぜひ皆さんにですねトライしていただきたいのがこのような着こなしなんですね。こちらに関しては上半身にダークグレーのシャカシャカ系の T シャツを着ていまして、ボトムスはブラックの短パンを履いています。両方ともですね濃い色にはなっているんですが、一応色の差がついてますよね。そして半袖短パンになるとですね肌の色が露出しますよね。腕だとか足が露出するので、全身ブラックとかモノトーンであってもそこまで重たくなりすぎないんですね。特に短パンのコーディネートの場合はですね、短パンのアイテム自体が結構カジュアルなので、できれば全身の色合いとしてはシャープにまとめた方が大人っぽく全体がまとまりやすいので、結構モノトーンの着こなしもハマりやすいかなと思います。なのでもしモノトーンの着こなしをしたいのであれば、短パンのスタイルですね、こういったものでトライをしてみるといいかなと思います。僕の場合はダークグレーにブラックのパンツを合わせていましたが、こちらの方だともう全身ブラックですよね。ちょっとワイドめの T シャツにブラックのパンツを履いて、上下ともモノトーンで抑えています。だけども靴に関してはライトグレーの、これ多分ニューバランスだと思うんですが、ブラックよりはちょっとだけ明るさの出すようなグレーを持ってきて、重たすぎないようにバランスをとってるんですね。まあ、このような形でストイックなモノトーンの短パンコーデというのは大人の男性にも似合いやすいので、上下重たい色でコーディネートを組みたい時にはこういったスタイルをですねぜひ試していただきたいなと思っています。続いて靴の色の選び方について皆さんに解説をしたいなと思います。まあ、個人的にはですね、上下の組み合わせを考えた上で最後に靴を選ぶようにしてるんですね。というのも最後の仕上げとして靴は選ぶことが多くなってくるので、まあ、主に僕はですねボトムスとのバランスを見て選ぶことが多いかなと思っています。例えば下半身をブラックだとかダークグレーだとかネイビーのような濃い色にした場合には、足元もですねブラックのスニーカーみたいなものを合わせせるとやっぱり重たすぎてしまうんですね。なので白系のレザースニーカーを履いてみたりだとか、あとはグレーのニューバランスのスニーカーを合わせたりだとか、真っ黒にならないようにバランスを取るのが個人的にはハマりがいいんじゃないのかなと思っています。そしてもしブラック系のものを合わせるんだったら、こちらの画像のようにサンダルを合わせていただきたいんですね。ブラック系のサンダルを合わせていただくと、ちゃんとですね肌が覗いてるので重たすぎないバランスになるんですね。僕も夏に関してはブラックのパンツに対してブラックの靴を合わせることがあるんですが、あくまでこれはサンダルです。スポーツ系のサンダルでもいいですし、あとはちょっとレザー調のサンダルなんかでも肌がしっかりと見えることで重たすぎないので、こういったバランスがすごくですねおすすめできるかなと思っています。一方でボトムスがホワイトだとかナチュラルだとかライトグレーだとか、そういった色の場合には靴はどうすればいいのかというと、例えばサンダル系のブラックでもいいと思いますし、アディダスのサンバのブラックなんかでまとめるのもすごくバランスがいいかなと思います。一方でホワイト系のパンツに対して白系の靴を合わせてしまうと結構難易度が上がってしまうんですね。これはできれば避けた方が良くて、ブラックの他に使えるところで言うとやはりですねニューバランスのグレー系ですね。白系のパンツに対してグレー系のスニーカーというのはもう抜群に相性がいいので、こういった配色もやっていただけると間違いがなくですねハマりが良くなってくるかなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏服の色選びの法則という形で皆さんにですね動画をお届けさせていただきました。まとめるとですね、上半身と下半身で色の差をつけるということ、これがすごく重要になってくるんですね。一つ目の配色としては上半身明るめ、もしくは差し色みたいな形で綺麗な色をですね持ってくるという着こなしに対して、ボトムスはギュッと引き締めるというものですね。そして二つ目がそれ反転させて、上半身が重めの色で下半身が明るめの色ですね。これ意外性があってすごくバリエーションを出すにはいいかなと思います。あともう一つですね、全身ブラックだとか全身モノトーンみたいなものは基本的にあまりおすすめしないんですが、夏に関しては肌が露出するので重たくなりすぎないんですね。冬の全身ブラックっていうのもですねやっぱ重たさはあるんですね。長袖長ズボンになるので本当に重さが出てしまうんですが、夏場に関しては肌が覗くので、例えば半袖の T シャツと短パンの組み合わせなんかはモノトーンだとかオールブラックにしてしまってもですね
そこまで重たくならないですよということで、むしろ積極的にお勧めしたいカラーリングかなと思います。この辺りのベースを抑えて、あとは靴ですね。先ほどお伝えしたように、重たい色のパンツには明るい色のスニーカー、もしくはグレー系、さらにはサンダルであれば肌が露出するんでブラックでも OK ですよというところですね。ホワイト系であれば基本はブラックだとか濃い色の靴で合わせていただくか、もしくはグレー系のスニーカーなんかがすごく相性がいいかなと思うので、この辺りを抑えながらですね、夏服存分に楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、僕の普段の動画もですね、今回お伝えしたような僕なりのですね、色の解釈で皆さんにアイテムですとかコーディネートをお伝えしているので、この辺りのですね、知識がベースとしてあるとですね、今後の動画もかなり理解しやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただけたらなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかカバーできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんのご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね、毎日お届けしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。